こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はね、日本は天国そして地獄と、ね、海外に目を向ければ日本は天国だけど、日本で完結するとやっぱ地獄だなというのをね、本を読んで、思ったんで、その本のレビューと、どんな本の内容だったか、そして、典型的な日本人はやっぱね、日本で完結したいんだなというようなレビューが並んでたんでね、それについてシェアしたいと思います。まず読んだ本は破天荒フェニックス、ね、オンディーズ再生物語。オンディーズ、メガネのね、チェーン店なんですけど、正直この本を読むまで全く知りませんでした、ね。で、本自体はね、かなり良くて7時間で読みました。昨日の夜読み始めて、あまりにも面白いんで、今日も起きて午前中読んで、すっかり、読み終わったと、ね。で、読後の感想ですけど、アルケミストを読んだ後の感覚に近い、ね、全く系統の違う本ですけど、物語的にはね、やっぱり事実は小説よりきなりと、ね、望むものが出かけは手放さなきゃいけないとか、そういうのはね、フィクションだろうがノンフィクションだろうが起こるんだなというのがね、よくわかりました。なんと5回泣いたと、ね、企業物語で泣くかよって感じなんですけど、年取って涙もろくなったというのをね、差し引いてもなかなか感動的なというか胸を打つ場面がね、いくつもあります。企業に興味があるなら絶対読むべきだと思いました。それと2日前に別の店でメガネ作ったばかりなんですけど、近いうちにね、オンディーズでメガネを作ろうと思いました。あらすじなんですけど、まず起業家の父の背中を見て育ち、ビジネスをこじんまり行っていた田中さんが無謀にも畑違いの瀕死のメガネ店オンディーズを買ったと、ね。で、田中さんはオンディーズを世界一のメガネ店にしようと思ったと、ね。そして世界一を目指す覚悟はあるか、を試す試練が訪れた、ね。なんか映画の物語とかゲームみたいですけど、これ実際問題ね、起こるんですよね。面白いように起こると、ね。で、大抵そのまま本当のこと書くと嘘っぽくなるんですけど、この本もね、そのままおそらく書いたんでしょう。非常に嘘っぽいと、前つばもんだと、ね、あるいはフィクション入ってんじゃねえのと思ってる人が結構多いのがレビュー見て分かりました、ね。仲間だと思った人に裏切られ、他人だと思ってた、ね、そんなに、仲間でも、親しいわけでもないと思ってた人に逆に助けられるという、お決まりのストーリーが展開する。これ面白いですよね。なぜこうもみんな一緒なのか、ね。いろんな実話、ね、すごい身近で見てるとかね、経験してるとか、聞くと、なんとね、みんなね、同じ道をたどるという面白さがありますね、これね。もっといい。そして、日本では生きていけないと海外に目を向けて、無謀な綱渡りをして、チャンスをつかみ取ったと、ね。そして、日本での知名度はないが、海外で活躍する日本企業となったという物語です。で、登場する銀行やライバル企業は一部加盟ですが、ほぼノンフィクションです、ね。これを読んで、特に、ね、起業してね、すごいね、日本を元気にとか、大金持ちになってやろうという方は、読んでみてね、目指すものがだけかそれに応じた試練も訪れるというのはよく分かった上で、それでもね、本当に目指したいのかって考え直した方がいいかなと思いました。私はもっとこじんまりね、そんな世界一とか日本一とかじゃなくて、自分が、無理なく稼げる範囲で、稼ぐ程度でいいかなと、ね。逆にそういう人のが多いだろうから、やっぱそういう人にね、Amazon 輸出をお勧めしたいなという気持ちで今このレビューを作ってます。で、レビューの内容に戻るとね、しかしね、日本人は見たいものだけしか見えないと、ね。このレビュー、さすが
本がいいんでしょうね。悪いレビューも星3つというね、不満はあるけど内容がいいことにはみんな文句ないという珍しい悪いレビューですけど、例えばこのレビューの中身ね、ただ田中社長が経営者として正直危なすぎる文面でしたと。人を大事にする経営者とは思えない決断。本人を知りませんが、文面からは聞くには面白いですが、関わるにはリスクのある人物に感じて後半は呆れましたと。非常に常識的な方なんでしょうね。日本での勝負に勝っていないのに海外に進出すると、これは普通に考えるとリスク。でも実際田中さんはセンスがいいんでしょうね。実は海外で勝負をせずに日本にしがみついてることこそ最大のリスクと、ね。どの道海外で勝負して勝てないか、日本だとね、もともとすでにある大手に勝てないと、ね。後から乗り込んでってメガネ業界ならなんとかなるかなというので始めたんでしょうけど、現実を知ってね、日本だと日本一を目指すどころか、そもそも生き残りがもう厳しいというのを現実に気づいて、賭けに出たと、ね。逆にこの、リスクが高いと、ね。これ何もやんなきゃ、やっていけるという、前提で考えてるんでしょうけど、今の日本の状態だと何もやんなきゃ死ぬだけです、ね。ですから実は何もやんないのがリスクが一番高いんですけど、まあ、逆にね、その海外に売って出るというのが普通の人には、リスクに感じられると。いうのがね、まあ、このレビューはなるほど、まあ、よく普通に考えたらそうなのだろうなというふうに思いました。で、別なレビューね。本は面白かったです。読み終わった翌日の土曜日に、あるショッピングモールでオンディーズの店舗を見かけました。客が誰一人いなかったあの違和感は何なんでしょうか。経営しているので資金繰りの緊張感はわかります。でも本を読み終えた時の高揚感と店舗の静けさと、だから日本だとね、この本はそういう本ではないんで、日本にいたらね、生き残れないというのは、特に、メッセージとしては強くないです。ただ現実問題ね、ビジネスを 逆に物販を分かってれば、日本だと生き残れないと、ね。もう1位じゃなきゃ生き残れないっていうのは日本市場。ですから海外に売って出てるわけですから、業界でね、知名度の低い、日本の業界では知名度の低い、オンディーズ、おそらく、ジンズかゾゾの、メガネショップがあるショッピングセンターなんでしょうね。そういう場所だとオンディーズに客が入ってないことは全く不思議でも何でもないと。まあ、逆にそういう状態だから海外に売って出たわけですけど、ビジネスってのはね、日本で通用しないビジネスは世界にも通用しないと。普通に考えたらそう思ってますけど、実際このレビュアーの方もそうなんでしょうね。ただ現実問題、日本だと通用しないけど、海外なら通用するビジネスっていうのは日本ではたくさんあります。まあ、このオンディーズもその一つだったということなんでね、別にオンディーズに客が入ってなくても全く不思議はないと。日本での勝負には勝ってない、これは本でもはっきり認めますんでね。日本一になって、次を世界に目指してるわけじゃなくて、日本じゃ勝てないから世界に出てって生き残りに成功したわけなんで、日本の店舗に人が少ないのは全く不思議ではないです。そして次ね、よく内容を読まずに勝ってしまった、自分が悪かった、昔の再建話なんかより現状のが見たかった、だって全部過去のもんだもん、別にすげえなんて思わないですよ、これからの日本を経験と想像で語る落合陽一や堀江門の本があればいいかな。僕にはこの本は必要なかった。いや、どんな方か分かんないですけどね。まあ、本当はこの方に必要なんでしょうけど、やっぱ届かない方には届かないと。ね。まあ、これからの日本を経験と想像で語ると。まあ、多分、これからの日本がね、中国を再び抜くにはみたいなことを考えてるのかもしれないですけど、100% とは言いませんけど、99% 無理です。そうなるとね、これからの日本を、海外も分かってる、ね、逆に日本最高という洗脳されてないこの落合陽一さんや堀江門が語ったらね、暗すぎて売れないし批判が殺到します、ね。そんならお前ら海外行けみたいな話になっちゃうと思います。まあ、だからといってね、プライドがある人なら、まあ、日本すごいなんてよベンチャラーは書けないと。ですから残念ながらその日本を何とかしようというのはもうすでに手遅れなんでね、
そういう本とか、日本でどうね、素晴らしいチャンスをつかむかという本は、それこそフィクションになっちゃうんでね、ビジネス書で書く分野じゃないと。タバコ嫌いな年長者の前でタメ語でタバコを吸う、そんなバカの修士が幸運に恵まれて成功する茶番劇ですね。まあ、この本を読んでね、この感想しか持てないという凄さね、まあまあさすがね、日本だなと思いました。まあ和と礼儀だけを重視する日本人らしいなというふうに感じましたね。まあ、読んでいくうちにもっと詳細を知りたくなった。オンディーズの買収以前は小さなデザイン会社とあるが、どのような事業を展開していて、どのような規模だったのか。ファンファンの買収額2億円の資金の一部は、母親の遺産相続分を借りてとあるが、結構長く、もともとどれぐらいの個人資産がある方なのか。あくまで小説、エンターテインメントとして見るべきなのかもしれないが、眉唾物じゃないかと考えてしまう。私的にはこの手の企業を題材にした小説では成功者の告白の次に面白かったと。まあ、小説じゃないんですけどね、まあこの方には小説だとしか思えなかったと。まあ本の中にもね、20歳の時に喫茶店を始めたって書いてありますし、まあ、小さなデザイン会社を経営と、で M&Aの案件に絡んでるわけですから、まあおそらくね、ウェブデザインだろうなと、この時期を考えるとね、いうふうに思います。まあ、それはね、行間で読めるし、まあ、その小さなデザイン会社がウェブじゃなくても看板屋でもね、広告屋さんでも何でもいいんですけど、まあ、そこどうでもいいんじゃないかなとね。で、父親の遺産が2億円ぐらいあって、2億円払ってね、まあ、その後の追加の1億円出せないとかいうくだりを読めば、まあ、2億円であとは残んないと、まあ、よくある、ダメってわけじゃないけど大成功したわけじゃない、まあ、普通のね、事業、小規模事業主だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、要はね、まあお金があったから成功したのを隠して、成功したんじゃないかなと思ってるのかな。まあ、そういう、これが、まあね、エンターテインメントというふうにしか見られない。まあきっと、まあ勉強好きで想像力が乏しいレビュアーなんかなというふうに思いました。まあ、そんなこんなでね、現在オンディーズは海外にも進出してる。オーストラリアにあったら面白いのにねと思ったらありました。しかも私が住んでたチャツウッドにあったね。行ったことなかった、オーストラリアではゴルフやってたからコンタクトばっかでね、メガネ屋さんにはそういえば行ってなかったなと思いました。今度オーストラリア行った時はチャツウッドとこのウエストフィールド、まあ、見てみようと思いますしね、まあ、これオンディーズかなり興味持ったんで他の国もね行ったらオンディーズを見ようかなと思いました。そしてオンディーズのエンジェル、ね、藤田社長、ね、売上150億円、従業員数250人、250人で150億円、で、昭和34年創業、まあ、かなりのもんですね。まあ、この当然、叩き上げで成功している、そして年の半分は中国で暮らしていると。ね、この藤田社長は田中さんの打たれ強さと、海外への可能性にかけたわけですね。まあ、世界を見ていれば日本だけで商売をするということ、まあ、いや そう言わず海外に出ずに暮らしていくことがどれだけ危険なことか身に染めて分かっているわけです。日本で収入を得ようと思えば地獄、しかし海外で収入を得るための仕入れ場所として考えると日本は天国です。チャンスは限られています。今はオーストラリアのアマゾンにバブルが発生する直前です、ね。オーストラリアのアマゾン、オーストラリアアマゾンで日本製品を売るのは、このオンディーズの話にあるようなね、すごいリスクを取るとか、まあ、そういう必要は全くないです。ね、小さく始めて、稼ぐと。で、稼いだ額に応じてね、その先でかくいくのか、あ、このぐらいがこの、ね、労力で稼げるんなら美味しいねって言ってほどほどにするのか、そういうね、ほぼリスクなく、海外のビジネスを試せるチャンスが今オーストラリアアマゾンに訪れています。